らんまん、NHK 総合のサブタイトルに出てくる植物の名は、植物に詳しくないものからしたら、馴染みのないものが多い。知らない植物を知ることができるのも、らんまんの楽しみの一つ。第19集は、ヤッコソウ。マタロウ、神木隆之介が高知で見つけ、名前を付けた植物である。実際に、マタロウのモデル、僕や富太郎が実際に高知で命名している。徳島、高知など南の方で見られる植物なのだとか。高知の遍路宿の子、山本虎鉄、寺田信が、こんまいを遍路さんと呼んでいた。それは、白くて、天使のようにも見えるし、頭に白い布をかぶった聖職者にも見えるし、いずれにしても清い印象を受けた。末子、浜辺美波はそれを、ヤッコさんに似ていると発言。そして、マタロウは、お遍路僧ではなく、ヤッコ僧と名付けた。偶然とはいえ多大な協力をしてくれた虎鉄のせいが学名に付けられた。史実では、高知の子供が発見し、それを学校の先生に報告して、その先生の名前、山本が学名になったそうだ。僕や富太郎は発見者の名前を付けなかった。それはまるで、ドラマで、マタロウが、ムジナモに関して、多大な協力を仰いだ田辺、要潤の名を論文のどこにも入れず、ないがしろにしたと受け止められるようなことをしてしまったことにも近い。少なくとも、ヤッコソウに関しては、モデルの僕や富太郎も意外と気遣いが足りない人のように感じる。とはいえ、こういうことは、往々にして、あちらを立てればこちらが立たず、みたいなことになりがちなもの。僕や富太郎の対応は、ヤッコソウ以外では、どうだったかわからないが、ドラマでは、田辺に失礼をしてしまったマタロウは、その反省を生かし、ヤッコソウの存在を教えてくれた虎鉄の精をつけたと考えると、失敗を糧に改善を図っているように思える。ヤッコソウを名付けた折に、マタロウは虎鉄に手紙を書く。すると彼の先生から植物標本が送られてくる。世界には知らない植物がまだまだあり、それをめでる人たちがいる。植物を通して、マタロウは自分は一人ではないと実感する。田辺に見捨てられ、図鑑発行の邪魔をされ、ロシアへの留学の道もマキシモヴィッチ博士の死で途絶え、実家も倒産して頼れるものがなくなった。第一子もなくしている。絶望に耐え、孤軍奮闘を余儀なくされたマタロウであったが、末子がお金の工面をしてくれて、おなじみの藤丸、前原瑞希と旗の、前原明も協力してくれる。全然、一人ではないのである。捨てるものあれば拾うものあり、だ。マタロウは恵まれすぎていると感じる視聴者もいるだろうけれど、彼は、ギリ、嫌な印象を回避している。それは、マタロウが感情的でないからだろう。もちろん悲しみや怒りの感情はあるのだが、どんな時でも、自分の身に寄りかかったネガティブな出来事の原因を他者の中に見出し、その人たちを悪者や敵にすることで解消することがない。自分のせいだと受け止める。そして、目標のために、今、自分のできることを行う。その冷静な対応によって、マタロウが自分勝手であると、ストレートにネガティブな感情をぶつけることができにくい。そうは言っても、恵まれていることは確かである。だがそこで、第19集のヤッコソウである。ヤッコソウには葉っぱがなく、光合成で栄養を作ることができない。マタロウは、ヤッコソウが C の木に寄生して養分を得ていることに気づく。自分でできないことは、誰かに頼っていいのだと、自然の摂理は教えてくれる。マタロウが、実家に頼れるときは頼り、妻に頼り、友人に頼るのも自然の摂理と考えれば、疑問も解消できる。相手も無理なときは断るし、博物館の人たちのように、できると思う人は助ける。無理強いしているわけでないから問題はないのだ。末子なんて喜んで支えている。世の中には、人に頼るのが下手な人がいるが、思い切って頼ってみることもいいのではないか。特に、今の生きづらい世の中には、マタロウのように天真爛漫に人に頼ること。ただし、感謝は忘れないこと。その生き方が個人でなく公共性を帯びたものに発展しているのが草長屋こと十徳長屋である。実家を畳んだ報告に初めて東京を訪れた綾、佐久間由衣は、長屋の人たちが相互協力しながら生きている姿を見て、勇気をもらう。ここは、来る者拒まず、去る者を追わず、でも去ったからといって縁が切れるわけではない。差配人の林、安藤玉井が大家のことを話題にするが、名前も出てこない、姿も現さない大家だが、
安い家賃で貧しい人の生活の場を作っている自然の心のある人物なのかもしれない。大家がどんな人なのか気になる。いつか出てくることはあるのだろうか。長屋がしいのき、肩寄せ合って生きている人々はやっこそうにも見えてくる。